ボンジョルノ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのソレタイム、眠たいな、はい、今日ね、ちょっとね、お買い物で出かけよう思って、で出かけようと思ってよくよく考えたら、今日は祝日やな。ダメだ、祝日は休みだ。まあいいわ、ちょっと新しい企画を考えてんけど、ボツ、あ、血圧上がります。まあボツじゃ延期、あ、違うことしよう。141-76-62、ちょっと高いけどね、高い言うてもあっちゃんの基準からは低い方やけどね。まあ今起きたてやからな、起きたてすごい高いよね、なんか知らんけどね。で起きて今トイレ行ってすぐやね、起きてね10分15分起きてるとちょっと下がるね、多分これ喋っとる間に下がるよ。うん、さあではソーレを取りましょうか。今日ね、1週間縛りをしようと思っててんけど、1週間縛りをね、しようと思ったら祝日休みなんよね、そこね、お店ね。だから今日は無理だってことは、ちょっと一週間向こうまで飛ばそう。でそれまでの間縛りに変えよう。ちょっとね、今ね考えとった企画があってね、やめようかな、どうしようかな、悩んでね。縛り企画をねちょっと考えてね、縛りを来週しよう、来週で次のお買い物にしよう。だからそれまでの間はあるもので行こう。まだね、ちょっとね、よし、はい、ではそれいただきます。今気づいたわ、祝日っていうことでね、ちょっとお買い物も人多いかもわからへんねんけどもね。まあでもちょっと今日早めに出て行って、ソーレ取り終わったらもう出て行こうかなと思ってね。でできたら昼帰ってきたいなと思ってね、昼間に帰ってきてやりたいことがあってね、ランプがチカチカ、
かね、まあ、な感じで、うんうん、なんかこう、ああ、なんか全力でね、こうバカやるっていう企画がまあ楽しくなってきてね、まあ本当に、あのまあ岡山ちょっとね、今日は食材とね、あれを買わないけど、食材はもうあんねやね、ちょっと。キッチン用品を買い忘れたものがあって、ジップロックのバッグ買い忘れたのがね、いろいろあってね、それも買いに行かなあかんしね、やっぱりその冷凍保存とかその必要やしね、それを買いに行かな、サランラップとか何やったっけな、いるもんちょっと書いてんけど忘れた、それを全部買いに行ってね、でちょっと、模型部のね、新企画はね、アマゾンで取り寄せて、昨日ちょっとね、計算して、昨日ちょうど10月の締めも終えて、10月の企画として、10月途中から始めたからやけど、10月大体ね、1万円ぐらい使った。で、中で、企画をね、11月ちょっとリセットされたから、ちょっと今日また買うもん考えようかな、本格的にやっぱ模型部を指導するにはね、欲しいもんがあんねんけども、それあるものを使ってやるか、もう一新してしまうかで悩んでんねんね、あるものを使って、大きなものを買うに回すか、そうか大きなものを来月に回してまず基本で欲しいものを買うかでちょっと悩んでんねん。それとね、ちょっと模型部ね、いろいろ考えとってね、まともにやったら面白くない。だから、バカげたことやったらこのゴミ増えねんけどね。ゴミを増やす。まあゴミ言うたらあかんけど。企画のために模型をゴミにしてしまうのももったいない。というか、それも違うような気もする。逆に言うたら、ゴミとしてっていうかね、ゴミになるようなものをうまく生かして動画にしてしまったら、そのゴミになる前に生きるっていうのもあるしね、ちょっといろいろ考えたりで、ゴミっていうかね、まあ手に入れたらそれが捨てるわけにいかへんのでね、また何かに使えるやろ、残してしまったらまたそれはそれで家邪魔になるしな、いろいろ考えたりね、まあ、でも企画のためにするんか、って感じ、もうそれが面白かったらいいし、昔からやりたかったことかって言うたらそうやね、実は。あっちゃん結構ジャンク品を集めて何か、ね、要は ABCDEF っていう何かを買ってきて、それを ABCDEF で一つ組み上げるとかね、 AC だけ使って、ね、FB だけ使ってとかね、そんなんで何か、その AFAB あ BC を使ったものをまた組み合わせてとかね、そういう変なことするの好きやったりね、まあそんなこともちょっといろいろ考えたりもしてんねんけどもね、まあまたちょっと企画やる前に、やる前しか企画またちょっといろいろ考えてね、まあでも遊ぶことの企画っていうのはわさわさ湧いてくるよね、だからこれをねできるんだったら脳みそがやっこくなる、脳みそがやっこくなったらキッチンにもやし、あっチャンネルにもやし、いろんなところにも活用できるんでね、脳みそをやっこくしてちょっといろいろやってみようと、まあそうやってね、バカやのもあっちゃんやと思ってくれたらと思います。はい、ということで今日は、この辺で終わりにしたいと思います。ちょっと最後にね、血圧もかかっときます。多分ね、さっき起きたての血圧っていうのはねすごい高いからね、多分これ落ち着くと思うよ、不思議やねんけどね、ピタスは血圧高いよね、それ逆な気するんだけど、138の78の50。
9、はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。高い方の血圧を測定して測るの書いとこう